エリゼウ・ペレーラ・ドス・サントスは、ポルトガル共和国アゾレス諸島、アングラード・エロイズモ出身の元サッカー選手。元ポルトガル代表である。現役時代のポジションは、MFDF。母は、カーボベルデ人。カーボベルデ人の母親とポルトガル人の父親のもと、アゾレス諸島のアングラード・エロイズモに生まれた。アゾレス諸島では SC マリティモでアングラード・エロイズモでプレーしていたが、 2002年にポルトガル本土の CAF ベルネンセスに移籍し、下部組織から着実にトップチームへの階段を上っていった。移籍して2年目となる2003から04シーズンはトップチームで19試合に出場している。2005から06シーズンにはリーガでオンラノバルジン SC にレンタル移籍し、2006年夏に復帰した後は CAF。 ベルネンセスの攻撃の重要な役割を担った。マラガでプレーするエリゼウ2007年夏、ヘルダー・ロサリオとパウロ・ジョルジの二人のポルトガル人チームメイトと共にスペインリーガー・エスパニョーラのマラガ CF に移籍した。2007から08シーズンはリーグ戦37試合に出場し、クラブはセグンダ・ディビシオンで2位となってプリメイラ・ディビシオン昇格を果たした。 2008から09シーズンもレギュラーに固定され、主に右サイドハーフ、右ウィングとして、リーグ戦36試合に出場して7得点し、昇格組のマラガシ F の8位に貢献した。2008年10月5日のレクレアティーボ・エルバ戦で、プリメーラ・ディビシオン初得点を決め、11月8日のレアル・マドリード戦でも得点した。2009年6月25日、 移籍金100万ユーロでイタリアセリエ A の SS ラチオに移籍した。契約期間は5年間で、年俸はマラガシ F 時代の2倍以上になった。2009年夏に行われたスーペルコッパイタリアーナではインテルに勝利して優勝した。しかし、2009から10シーズン前半戦はカズジイに出場しただけであり、2010年1月7日にはスペインのレアルサラゴサに 半年間の契約でレンタル移籍した。ビジャレアル CF 戦では移籍2試合目にして初得点を挙げた。2009から10シーズン最終戦のビジャレアル CF 戦では35ヤードの距離から直接フリーキックを決めプリメーラディビシオン残留を決めた。2010年夏移籍金150万ユーロでフルスマラが CF に完全移籍した。 2010から11シーズンは序盤からレギュラーに固定され、9月27日のビジャレアル CF 戦では開始早々に25メートルの距離からミドルシュートを決めたが、前半終盤にはカルロス・マルチェナの挑発に乗ってマルチェナに殴りかかり、体調処分を受けた上に試合にも2から3で敗れた。出場停止処分を受ける予定であったが、処分が見直され、 ビジャレアル CF 戦の次のドアルメリア戦に出場できることになった。しかし、その試合で、フアンマヌエル・オルティスに肘打ちを見舞い、再び、レッドカードを受けた。その出場停止処分が明けてからは、絶対的なレギュラーに戻り、12月5日のラシン、サンタンデール戦では、ボレーシュートを決めたほか、ベネズエラ代表のサロモン・ロンドンの得点を2回も、アシストした。 11月に、ジェズアウド・フェレーラ監督が解任され、新たに、マヌエル・ペレグリーニ監督が就任すると、主に左サイドバックで起用されている。2014年7月24日、遺跡金150万ユーロ SL ベンフィカに移籍した。2009年2月、マラが CF での活躍からポルトガル代表のカルロス・ケイロス監督に招集されたが、フィンランド戦には出場しなかった。 同年6月10日、エストニアとの親善試合に出場して代表デビューを飾った。2010年に南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップの23人の登録メンバーからは外れたが、6人のバックアップメンバーに加わった。2011年10月7日の UEFA ユーロ2012予選のアイスランド戦では、左 SB としてプレイし、 代表初得点とにアシストを記録する活躍を見せた SS ラツヨ SL ベンフィカ。ありがとうございます。